い、どうもこんばんは、グミちゃんです。前回の続きからですね、バイオハザードビレッジパート10ですね、やっていきます。はい、じゃあ行きますか。だいぶマップが広くなったかな。こっち側行きたいんよね、これ。これってでもどうやって行くんやろ。今なんかギコギコ言ってた気がしたけど、気のせいか。気のせいか。とりあえずお魚さん湧いてるから切っとこうか。はい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 、あ、はい。はい。はいはいはい。はい。なかなかね、こう難しい。おい。ええ音するなぁ、でも。はい。オッケー。で、こっち側なんよ、問題は。これどうやっていくかやんなぁ。どうするんやろ、まだ行けへんぽいか。そしたらこれはどうや。マップが開けたんはいいけど、おゾンさん、あぶら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 、あいまい、はい、キモンティー、あ、930ライ、約1。ありがとうございます。こっち側、これは、これでも見たことあるとこやね。こっちか。待って、6個になってる。またギコギコ言ってんね。あ、これか。スクラップ。これ、4本になったもんね。ちょっと待って。あ、つくとか鉄格子4つ、井戸のハンド、井戸はやったから4つ、あ、4つ、こっちか、4つこっちなかったっけ。なんせ別日に撮ってるもんでちょっと忘れますよね。もう脳みそすっからかんすぎて、覚えてるうちにタッタッタッとやってしまいたいよな。こっちやね。デュークのあの、もう一個の扉からですね。ん？ちゃいますね。こっちです。これやね。4つじゃないの、これ。ん？まだ部品が足らない？カラスの装飾、胎児ではない、こっちか。あ、びっくりした、今焦ったわ。こっちね。え、合ってるよね。あ、いけたいけた。あー、もうにしてこっちか。またこカプコンさん、こまた草多いわ、草の量多い。あ、ちゃいかちゃいかちゃい。なんだ？なんだなんだ？
よし。280ライ。こうやってなんか打ったら落ちてくるとかないかな。マップに。あー、特になんもないな、表示が。お宝とかあるかなって思ってんけど。これは調べられへんの？調べられへんね。進むか、とりあえず。さっきこっち行こう。あ、つながってるよーっていうだけ。なんや、まあ、とりあえずまっすぐやな。お、なんだ、でもやっぱ FPS っていうだけでちょっとバイオセブンっぽさあるよね。揺れてる、落ちへんよねこれ。あ、よかった。イーサン、え、なぜ、イーサン、ついてきて。え、なんであんなここおんの。あ、出たよまたそういうフラッシュバック系。もうイーサンすぐ頭おかしくなっちゃうからさ。どっちやろ、庭園、こっちは行かれんのか。あ、行かれんわ。どうぞ。お、割と近くで見させてくれ。そうですね、入られへんの。もうミヤメヘラだからさ。あれ、走られへんくなってる。あれ、走られへんくなってる。走られへん、なんで。あ、走れた。うわー、墓多いな。だいぶ待つったな、ここに一気に。あ、なんかすごい全回復しそうなオーラ出てる。何これ、何ですか。アベ、何、アベ、アベネビエント、誰、なんでこれ光ってんの。どっからの光。まあいいや、これは調べる。え、思い出を捧げよう。あ、入れるんですか、ここに。どうぞ。あ、いいじゃん、手が。どんな仕掛けやねん、なんでやねん。これ入り口ここだけ。あ、待って、なんかあるぞ。なんだ、どこだこれ。なんかあるやろこれ。おお、宝よこせ。こら、アベネ、アネベイント。これなんか待つるんか。あ、待って、わかった、絶対これや。お、組み合わせ監禁ちゃうか。じゃあ、ちゃうわ、まだかな。じゃあ一旦何もなさそうもんな。じゃあ行きますか。でまた暗いよね。何もないですか。ん、ん、電話、ゾイ、お、な、なよ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 、お、Come with me, E さん。わかったって。言ってたやん、さっき。何回も読んでわい。もう、ほんまみや。バイオセブン、マジで、みやが一番強かったもんな。やっぱ、女を怒らせると怖いって、ああいうことを言うんですね。どこまで上がんのこれ。お、
あ、電話などちゃうんや。特に何もありませんか。どこまで上に来たんだろうこれ。おお、すごい、すごいです。はい、じゃあ行きますか。これどんだけ上なんやろうな。あ、クリスマス？ベネビエント邸。誰？ベネビエント、あのボスのうちの一人が、あのボスの会議の人たちの。どうかしょ、何、なんでそっち行っちゃう。今開ける前にさ、びっくりした、引っ張られたんかと思った、誰かに。そっち行ってほしかったんよ。案外なんもない。おお、ほらね、ほらねとか言いながら、おい、はい、だけ、え、これだけ、ん、なんや、ちいか思った、なんもないか。ベネビー、ベネビー誰やろうな。あ、でもあのドミトレ姉やんと、あの弟みたいなおったやん、ではなさそう。ベネビー、あの人形のやつかな。またややこしそうな家やな、これ。マップ覚えるの大変なんよ。なんかおるくね、何の影。ほらほらほら、このこれのさ、あいつめっちゃイケメンに使われてたんやな。へえ、雰囲気が。コードベロニカっぽい、ちょっと。え、ヒーローもいい。道覚えれない。こういうのとか開くんか。無理や。あの家だけか、ドミトレ姉やのあの娘たち。開けへんわ。なるほどね、とりあえずはここから行けと。か、上かやな。どっち行こうかなー。まあ、下から行くか。お願いしまーす。ベネビー。いや、マジで特に何もないねんけどな。急に出てきそうで怖いわ。でもさ、これエレベーターでだいぶ上の方上がってきたから、だいぶ上の家やんな。とりあえず全部構えとくわ。あ、広い。なんかちょいちょい壁紙剥がれてきて汚なってきた。あ、これ繋がるんじゃないか。え、繋がりそうやないな。開いちゃうんや。上に繋がってる？どこに繋がってる？とりあえず行くか。戻って上行くだけやしな。これ地下？もしかして上じゃなくて上行くんか思った。
あ、開いちゃう。開かへんのか。開かへん。上からいいんだよ、お母さん。広いわー。ちょっと怪しい怪しい。ちょっと先あっち行こう。ん？なんかおりそう、あの奥。ほら。おらんのか。調べる。山岳植物のアルカロイド。は？なんだ？なんか特になんもないな。思ってる以上に。これなんか射影機、映射機、射影機やったっけ？なんかするんちゃう？ちゃう？マジ？なんもないで。絶対怪しいよね。でもこっから上戻るの嫌やな、めんどくさいな、もう行ってしまうか。じゃそれは一旦置いといて。なんだね、こんな分かりやすい罠みたいなのある？あ、セーブあるやん。止めとこう。調べる。これは何の鍵や。一回セーブしとこ、怖いし。こっち行ってみる。先あー、なんかはめようねーっていう感じか。いやー、これ絶対なんか起きると思うわ。こんにちは。あ、ですよね。いや、アンジーじゃない。ローズよりいい子でアンジーのパパになの？待て、俺の銃は。え、わー、くそー、やられた。くそー、マジか。なんだ、アンジー、アンジー、何？ねえ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 、どういう感じ、どういう感じ？そこは、え、あれ？おえー、ちょっとね、つかめんつかめん。え？なんだなんだなんだ。おっと、またイーサーなんかよくわからん趣味が出とる。いいさ、なんかそんな趣味あったっけみたいな感じになってるって。なんだ、あと、え、そんだっけ。ん、ミア、これはミアの人形。人形？あ、すごいすごい、なんかいっぱい触れる。な、その作業いる？そのいいんやけど、まあこっちか。無駄に細かい。おお、なんかいっぱい出てきた。イエーイ。ん？はい、これは弓の指輪？あ？なに、なんで？
どこかで見覚えがある。石膏で固められている。何かが必要。石膏。いえ。そういう感じ？これでいいの？左目を調べる。あー、アンジー大変なことになってしまった。ゼンマイ。とりあえずあの鍵、指輪なんやろな。指輪なんか使うんかな。これこのこれかちゃうか。とりあえずここ開けるか。いやーもう怪しい。明らかに罠やん。わ、嫌や。実験みたいな。なんだよ。あ、これ懐かしい。これキーピックだけた幼虫出てくるやつね。石膏で固められてる。なんか出てきそうやわ。あ、入れるんや。向こうから施錠。これなんか誰か来る、もしかしてこの部屋出たら。あ、そういうわけではないんや。あっちかな。くぼみ。あ、取れちゃう？あー、カラスなんかいっぱいおんな。なるほどね、ちょっと待って。これちゃうん。うわ、見えへん。目と目と目しかわからん。なんや。口？お、何？何これ？口の中に何かがある。取り出せない。目は何なんそれ。ちゃ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 、目目目目。カラス。うん、あ、なんかある。また番号か。はあ、なるほどね。何かがあるはず。ヒントが。バイオ1のあの、あれ思い出すな。お、水。これやね。はい。結婚指輪。052911。052911。はい。でも隠れるところがあんねんな。絶対この部屋まで帰ってくるんやろうなって思うよ、私は。どうせ誰かいるんでしょう、分かってるんだからね。
もう全然こっちこっちこっち、ほら、ね、言ったでしょ。なんもない？あ、来た。どうしてここに？これか？お？再生。え？何かが間違っている。これは分からんで。これだってランダムやろ、もうやるしかなくない？いろいろいじくるしかないもんね。これの成功が分からんな。ヒントないんか。いや、あるはずやな。これはおかしいわ。ちょっと待ってよ。あるはずや、どっかに。これいじくるしかできへん。これってさ、このひび割れみたいなんて関係あるんかな。ないよね。ないか。絶対ないよね。あるんかな。あるんやとしたら、え、こう、もしかしてちゃうよね。あ、嘘、ひび割れを。嘘やろ、むずすぎやろこれ。ピンセット、さすがになんか出てきそうやな。ピンセット、ピンセット何するんやろ。目ん玉ほじくるんかな。おっ、やばい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 、ちょっとビビってきた。これですか。口やね。フィルムね、これで。はいはいはい。おっと、うん、うん、何を。めっちゃ綺麗に向こうを向いてしまった。フィルム、ちょっと待って、怖くなってきた、怖くなってきたよ、怖いよ。何？ちょっと待って、ローズの一番のお友達、あの子のお気に入り子守唄、私たちにとって何よりも大切なもの、祖母がくれた
祝福の音色、イーサがくれた永遠の約束の証。おお、ヒントなんやこれ。ローズの友達。これを子守歌、永遠の宝物。これ何？約束の証。こう、あれ四つ目何これ。祝福の音色、一番の宝物これやね多分。どない？ちゃうんですね。宝物はローズじゃないということですね。そうですか。へえ、あの子の一番のお気に入り子守歌代わり、何よりも大切なもの。約束の証、これ何？あー、子守歌代わりこれか。祝福の音色、これじゃん。どない？来た来た来た。あの絵本やね、一番初めの。全然想像と違うフィルムやねこれ。何？貞子でも出てくるのか。は？井戸？あ、うん？どないなっとんねん、この家は。お、うん、ハサミ。うわ、いや。え、どこに繋がってんの？書斎、配電盤。